皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も青鬼オンラインで遊んでいきます。今日はですね、フレンドマッチでなんとですね、ゴリラスキンの方が4人ですね、ご一緒に戦わせていただくことになりました。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。シマミョンさんですね、ロッカーから、私を出された方ですね。で、抹茶アキパンさんとあゆえおさんと、なるほどガンバさんですね。なるほどガンバさんは新チャンネルさんですね。で、新チャンネルさん最近なんか青鬼オンラインの YouTube ですかに動画アップされるようになったみたいなので、まあ、私も後ほど時間が取れたらですね見に行きたいと思います。やっぱ結構あれですね、シマミョンさんがめっちゃ受けてますけど、そうなんですよ。こちらですね、今ライブ配信やってまして、ライブ配信でずっとフレンドマッチで遊んでるんですけど、その一つの一戦をですね別に動画でお撮りしてですね、これ単体で動画出そうっていうですね、まあ、そういった企画なんですね。私ちょっとゴリラスキン出したっていう動画を本当は出したくてずっと遊んでたんですけど、もうずっとゴリラスキン出なくてですね、ゴリラスキン確率2倍の時までですねずっと遊んでたんですけど、まあ、全部でどれぐらい遊んだんですかね、100戦ぐらいは遊んだんですけど、ひたすら宝箱を開けてて、それでもゴリラスキン出なかったんですけど、まあ、それがなんとですね今回4人の方ですね、お持ちのゴリラスキンの方とこうしてですね遊べるなんてですね、私はもうゴリラスキンなんてどうでもいいかなとかですね、そんなことは全く思わないですけど、いやー楽しみですね。この戦いはですねもう歴史に残るんじゃないかっていうですね、まあなるほどの歴史の中だけですけど、じゃあよろしくお願いいたします。あ、またライブさせていただきます。じゃあちょっとこれで多分ラストマッチになると思いますので、そして私のワードはですね、広告に隠されて出せないという悲劇ですね。皆さん動かないですね。プレイヤーの方しか動かないパターンですか、これ。あれですね、皆さんちょっとゴリラに恐れをなしてですね、全く動けないんでしょうか。あ、ご視聴ありがとうございます。すいません、ライブ配信中なんですけど、動画が止まって静止画でお送りしております。まあ、こちら今動画撮っておりますので、タイトルはですね、ゴリラスキン4体 VS なるほど10っていう動画で近々ですね、出したいと思いますので、抹茶アキパンさんがいらっしゃいますね。軽快な動きですか、シマミョンさんも。いやー、なるほどガンバさんもいらっしゃい。いやー、目立ちますね、やっぱり。ゴリラスキンです。あゆおさんもいますね、あちらに。あ、挟まれた。もうすごい。これでも逃げ切れるなんて。まあ、私はあれですね、ゴリラスキンさんたちと同じぐらいのレベルの高さですからね。勝手にレベルを設けますけど。不法行為って、私ちょっとワード出せないんですよね。どこ行きましょう。ちょっと青霧が迫ってきましたね。この辺で。ちょっとあちらでドアをオープンしておきましょうか。ここのステージあれですからね。お、ガスマスクもちょっと使っちゃったんで撮りたいですね。私スマホがですねたまに言うこと聞かないので、たまに止まってやられてしまいますんで、そういうことがないようにですね、まあ、今も若干ちょっと動きがおかしいですけど、ちょっと何ですかね、手の油かなんかですか。さすがですね。わー、ゴリラスキンだらけだ。あ、フワッキー。フワッキーのあれがいる。レアですか。ちょっと待ってください。よし。お、これは、すごい。やっぱりこういう戦いになりますよね。あ、ご視聴ありがとうございます。今ちょっとあれですね。夢のタイトルマッチをやっております。負けるわけにはいかないですね、これは。波いる強敵たちを倒してですね、やばいですね。やばい、あ、そうですね、皆さん、この結果は動画でお楽しみください。ちょっと広告が邪魔で感染したい。よし、感染。あれ、もう1位になってる。誰ですか？どなたですか？どなたでしょう、ちょっとあれですね、そうですね、抹茶さん、ワープ多いですよね。新チャンネルさんが勝たれたんですね。あ、お名前、広瀬さんってあれなんですね。ということで、今回、なるほどはですね、結果8位でした。
いやー楽しかったですね。最後のちょっと1位の新チャンネルさんはですね、なるほどガンバさんですね、皆さんですね、なるほどガンバさんですねいやありがとうございます。なるほどガンバさんというお名前にしていただいて、しまみょんさんの結果が9位で、抹茶さんが18位で、あとあゆよさんが何位ですかね。あ、抹茶さんあれですか、私は8位でしたね。結果一応ですね、平日でしたら夜の8時ぐらいがライブ配信多いと思います。あとミルクチョコもライブ配信したいなと思いますので、まあ、どちらかですかね、するとしましたら。で、私がお休みの時はあれですね、なるほどガンバさんおめでとうございます。平日じゃなくて祝日、私が仕事ない時は、まあ、午前中に1回やるかなというぐらいですね。まあ、今後はツイッターとか私やってますので、そちらでもご報告しようかなと思います。それですね、あとあゆうさん、あゆうさん21位だったんですね。あ、じゃあ私結構いい方でしたね。いや、やっぱゴリラスキンの方1位になるんですね。おめでとうございます。ではですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。そうですね、今からミルクチョコオンラインのフラン戦が始まりますので、まあ、ゲーム三昧ですけど、ご参加していただいた方々ありがとうございました。またですね、次やりたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。それでは24日クリスマスですか、私クリスマス一人ぼっちですけど、まあ一人ぼっちってことはライブ配信するんですよねって感じですかね。まあ時間が取れましたらですね、あ、みさほさんあれですね、2位だったんですね、おめでとうございます。いや、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。またですね、遊びたいのでよろしくお願いいたします。それでは、最後何でしたっけ忘れてしまうとですね、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 New Year Adventures are about to kick off. Shake the Blitz.